丸ごと払おう。ここまでは P&C とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。お、ピーナッツ、ピなのかわからない。水泳、自転車、マラソンを一度にこなす鉄人レース、トライアスロン。そんな過酷なレースにちょい足しをする選手が現れました。ちょい足し、それがお手玉の達人、サルターさん。なんとお手玉をしたままトライアスロンに挑戦しようというのです。どうなる？ただいま、見てこの汗。あ、はい、ジュワーっとしてカリカリっときてハーフハーフで、あ、近くのケンタッキーどこだっけ。お得なバリューパック買いに行こう。サグお手玉の達人がトライアスロンに挑戦。まずは水泳。え、どうやって泳ぐんですか。こうです。通常トライアスロンの遠泳はクロールで挑みますが、彼はお手玉をしながらの背泳ぎで見事泳ぎ切りました。これはとんでもなくすごい。体力だけでなく集中力もね。もちろん自転車でもお手玉。ここまで来るともはやお手玉の達人というか、お手玉の鉄人ですね。アイアンマン。最後はマラソン。お手玉をしながらゴールを目指します。絶対に完走できないと思います。いえいえ伊藤さん、彼見事完走したんです。246人中147位でフィニッシュ。見事。次は自転車を一輪車に変えて挑戦したいということです。そこまでやりますか。ニュージーランドのプロ、また来週お会いしましょう。さようなら。